11月10日 NHK スペシャル狙われる日本企業の中でセガが特許侵害で提訴されていることが紹介されました。訴えているのはアメリカ人のコイル氏で、同氏が侵害されているとしている特許とは、音に反応して画面の色が変わるというもので、それがセガのゲームに無断で使われたと訴えています。同じように訴えられていた任天堂の方は数億円の賠償金を支払ってすでに和解していますが、セガは和解を断って訴えを真っ向から受けて立つ意向のようです。アメリカではジェネシスが任天堂と互角の勝負をするなど絶好調のセガですが、予期せぬところから足を引っ張られた感じとなってしまいました。業界全体を揺るがす問題だけに、今後の動向が注目されます。最近、海外を中心に好調な売り上げを示しているメガドライブだが、セガは年末商戦に向けて11月20日からセガウィンターキャンペーンを実施しました。このキャンペーンはメガ CD を購入し、アンケートハガキを送った人の中から、毎週100名に1万円がプレゼントされるというもので、抽選に漏れた方の中からも、毎週1000名に、セガ賞とソニック賞に当たるチャンスがあります。セガ賞は、特製腕時計、ソニック賞は、特製ゲームラックが、それぞれ賞品となっていて、こちらに関しては、メガドライブやゲームギアの購入者も応募することができます。締め切りは来年1月31日の当日消印有効となっています。11月3日と4日の両日、岡山県総合運動場でメルヘンスポーツフェア91が開催され、 B メガワールドでおなじみの岡山放送主催によるメガドライブのゲームコーナーが設けられました。会場ではゲーム大会が行われ、県内から多くの人が詰めかけて大変な盛り上がり、3日にはメガドライブの新作ダブルドラゴン2、4日はゲームギアの GG アレスタで、それぞれタイムトライアル形式で小学生から高校生までのプレイヤーが腕を競いました。また近日発売予定の新作ソフトも遊べるとあって、私有内は順番待ちができるほどの賑わいとなっていました。史上最高の大戦略とも言えるけど、次は CD じゃなきゃきついかも。意外と各店で売れ行きが良かったみたい。怪獣プロレスは笑える？今年を代表するソフトだったけど、来年もやっぱりソニックの年かな？テトリスは出なかったけど、立体版になって帰ってきた。バリバリ倒す爽快感はなかなかのもの。火炎放射器はすごすぎます。
外と相性の悪い場合もあるみたいだけど、移植度はかなりいいですよ。渋めの設定なんだけど、メガドラ版はなんか笑いを取れる作品ですよ。シリーズ中最高という声も出てるだけに、先月に続いて好位置をキープ。綺麗な色調と丁寧な作りに感心させられる秀作ですよ。前作のファンもゲーマーの中には多いけど、今回はレイラもスパイとして活躍しちゃうぞ。うーむ、残念というかなんというか。ディズニー人気と良心的な低価格が功を奏してか、いきなり1位を奪取。難易度はかなり高いけど、動きの良さは素晴らしいですよ。最近はキャラクターを前面に押し出した作品が多く出てきてるけど、この方向性は今後の主流になるかもね。今月はそんな新作が目白押しですよ。念願のメガ CD が間もなく発売され、いよいよ来年は新時代の幕開けを感じさせられるけど、ユーザーとしたらそれにふさわしいゲームをやりたいってのが心情のはず。まあ今月のランキングを見ると、上位はどれも
そんな可能性を秘めていそうで安心だけど、各作品との発売がちょっと先なのが残念かな。とにかく来年もいい作品でこのランキングを賑わしてほしいですね。今年は海外ソフトの移植や参入サードパーティーの充実、さらには名作アウトランの好移植など話題の多かった1年だったけど、来年はどうかな。メーカーさんもこれを参考にしてくれるといいな。